ホセイン・シャリー・アトマダリ、インラジオテレビジョン・ユニバーシティ・オン・ザ・オッケージョン・オブ・スチューデント・デイ・ホセイン・シャリー・アトマダーリーは、イランの保守形式、ケイハーンの編集長。マフムード・アフマディ・ネジャード・イラン大統領の強固な、支持者であるシャリー・アトマダーリーは、イラン最高指導者、アリー・ハーメネイ氏の最側近と評されており、イラン情報機関とも、つながりがあると米国紙に指摘されている。 2009年2月12日、シャリー・アト・マダーリーは、モハンマド・ハー・タミー前大統領が、再度大統領選に出馬すれば、パキスタンのベーナズ・イールブットを元首相同様、暗殺されると示唆する、問題記事を執筆した。2009年大統領選の混乱と数週間に、渡る抗議行動を受け、シャリー・アト・マダーリーは、警判死者説で、 大統領選に敗れたミール・ホセーン・ムーサビー候補が罪のない国民を殺害し暴動を起こし外国人と協力し国内で米国の第5列として活動したことに対する罰を逃れようとしているとしてムーサビーとモハンマド・ハー・タミー前大統領を重罪と国家反逆罪により法廷で裁くべきだと主張した。シャリー・アト・マダーリーは イラン刑務所における拷問などの暴力を用いた尋問で主要な役割を果たしたと批判されている。シャリー・アトマダーリーは、k ハーン上編集長として、数回にわたる論争に関与してきた。一例を挙げると、史上初めて無効申し立てを受けた2009年の大統領選の最中に、シャリー・アトマダーリーは、アーヤ・トラー・モハンマド・ハー・タミー前大統領が再度当選すれば、 パキスタンのベーナズイールブットを元首相と同様の運命にさらされる危険を犯すことになると表明した。シャリー・アトマダーリーは選挙後、ミール・ホセーン・ムーサビー候補は、米国の第5列であり多くの死者を出したとして民主化運動と合わせて批判した。さらにニコラ・サルコゼ前フランス大統領夫人のカーラ・ブルーにも警判案指揮時の標的になった。ブルーには2007年、 貫通罪で死刑判決を受けたサキーネ・モハンマディ・アシティアーニーを擁護したとして、イタリアのバイシュンフと告評された。さらに、シャリー・アトマダーリー編集長は2012年4月17日、イランは、ウラン濃縮を99%まで進める権利があるとする社説を発表した。ありがとうございます。